おっす、おらチャーシュー、今系もドラゴンボールやってっか。で、前回ラディッツ来たんじゃなかったかな。で、結構探索してたんだけど、なんか光ってるとこあったんだよね。これが戦うとこだね。で、これなんだろう。うわ、絵のテイスト超懐かしいね。なんか昔のアニメの絵って感じするね。悟空とブルマは道に迷っていたウミガメを助け、無事に海へと案内した。ウミガメはお礼をしたいと言い、連れてきたのが亀仙人である。亀仙人はウミガメを助けてくれたお礼に、悟空にはキントーンを、ブルマにはドラゴンボールをくれたのであった。そうだよね、このおじいちゃん亀仙人が悟空にこの雲キントーンをあげたんだもんね。で、これブルマね、その時アニメで、私はコミックで読んだんだけど、亀仙人がブルマのパンツを見たいって言ったんだよね。そしたらブルマがこのピンクのスカートみたいのを上にあげたんだよ。なんだけどパンツ履いてなかったんだよね。だからもう亀仙人の光景にはもうすごい俺たちのカメハメハが映ってたみたいな感じで、まあどういう亀仙人の名刺か分かんないんだけど、まあ、とりあえずクリリンに話しかけてみようか。なあ悟空、この子もお前みたいに強いのか。なんかトーン重くない。なあ悟空、この子もお前みたいに強いのか。なんかお尻が地になった時のテンションじゃん。なあ悟空、俺地になっちゃったみたいな。クリリン、なんでそんな深刻なの。かなりの力持ってると思うんだけどさ、父のやつ、オラがご飯を着てってやろうとすると怒んだ。そう、父っていうのは悟空のまあ妻だね。なんかあんま戦ってほしくないんだっけ。お、物語が進行しますか、よろしいですかって。オッケー、こっからだね。お時前回セーブしてなかったかも。なんだ。あ、お父さん、あれなんだろう。なんだろうな。こんな顔険しい悟空久しぶりに見たわ。すごい、クリリンがフリーザに殺された時以来の目線ぐらいすげえ険しかったな。あ、結構ロードが長いんだよね。あらすじ、世界最強の武闘家孫悟空。うわ、出た。これ戦闘力5のおじさんじゃなかったっけ。今この人が主役のゲーム出てんだよね。この戦闘力5のドラゴンボールザブレイカーみたいな、ブレイカーズだっけ。あれやりたかったんだけどね、来年発売なんだよ。なんだけど隕石じゃねえぞ。今月なんかお試し版みたいのができたんだけど、応募しないとできなかったらしくて、私応募してなかったからできなかったんだよね。だから来年出たら実況したいね。すごい面白そう。来たラディッツ、今思うと服ダサくない。なんか下半身が特にダサくない。当時はそんな思ってなかったけど、結構ハロウィンとかのコスプレでいそう、変態おじさんみたいな。ほら下半身。まあこれ、やはりこの星の奴らは生きていたか、カカロットの奴め。いや、何者だおめえ。戦闘力たったの5か。やっぱ5だね。ゴミミ、動くんじゃねえ。うわ、この時間ってやられちゃうんだっけ、覚えてないな。生きてんのかなこれ。なんという脆い民族だ。大きなパワーを持ったやつがいる。距離4880、カカロットか。そう、悟空を探してんだよねこの人は。あのちゃんって今後出てこないよね、最終回とかで。これピッコロなんだよね確か。いたね、ピッコロ。こん時はね、なんだ今の。とてつもないパワーを感じる。え、これピッコロも操作したいの。お、動ける。何者か知らんが、行ってみるか。楽しい、行くぜ。あ、これなんか気の探知できるみたい。なんだろうこれ、待って、この下なんかあるな、降りてみようか。何これ、これもうあれじゃない、孫悟空とも違う。特になんもない、多分今後のストーリーだろうね。なんもない、行こうか。かっけえ。これ早くなんか上のあれ取った方がいいんじゃないかな。さあ行ってくるか。これ取った方がいいよね多分。おお、これなんか気を探知できるみたい。手強そうなやつがいるな。これまでに感じたことがない圧倒的なパワーだ。待って、こっちにいる。すぐ片付けてやる。びっくりした、びっくりした。おい誰だよお前。おっと、絶対弱いじゃん。おっち、何ガード、あ、ガード張れみたいなね。待って、ここらへん、こういうのも出てくんだ。見て、
すごい強者のプレイングだな私。まあ、とりあえずこいつは処理しちゃおうか。あ、右上になんか出てる。骸骨ロボ1型だって。じゃあな。卵ごときでは俺は倒せんぞ。そう、私今あれだからね、ラディッツを探してんだもんね。あ、こんな普通に出てくるんだ。ほう、手強そうなやつがいるな。あの恐竜くんに私乗りたいな。恐竜くん、もう少し探ってみる。恐竜くん、ちょっと待って、恐竜くんに私乗りたい。いけ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 、これ乗れんのかな。おー、ちょっと、あ、恐竜くんあんまないんじゃない。さあ行くか、ラジッツんとこ。あれはさっきあったんだよね、マーク。あったあったあった、あれだ、あの赤いマークだ。あ、すげえ、めちゃめちゃ低空飛行なんだけど。さあ来たよ、ここ。なんだこのパワーは。これラディッツとピッコロって戦うシーンあったっけ。カカロットじゃない。何者だ貴様。お前などに用はない。カカロットと思ってきてみれば、こいつナメック星人か。なぜこの星にナメック星人がいる。では何しにここへ来た。死にたいのか。えらく威勢がいいな。うん、戦闘だが貴様、少しは楽しませてくれるんだろうな。なんだこいつのパワーは。とりあえずちょっとだけ操作覚えてきたね。このなんていうの、程度か。あ、終わっちゃった。まだね、戦闘は慣れないね。こっから慣れていけばいい。これコンボとかもあるんだろうね。カメハメハからのカメハメハからの元気玉みたいな、そういうの覚えたいね。あ、やっぱラディッツあれだね、この腰回りに尻尾巻いてるんだね。のだ、うわ、今度は俺の番かな。では技の見本を見せてやろう。ん、もう一つ大きなパワーがある。今度こそカカロットだ。これ何その顔。バカな。これピッコロも来てくれんだっけ確か。どうだっけ。一体やつは何者なんだ。どこへ向かうつもりだ。あ、来るんだ。さあ来たね、カメハウス。この音楽意外と好き。このシャキーンっていう。成長したな。だが一目で分かったぞ、カカロットよ。そ、6人しかいない。父親にそっくりだ。ハゲ2人もいる。ん？カカロット、この星のありさまは何だ。人類を死滅させることが貴様の使命だったはずだ。今まで何を遊んでいた。おめえ、一体誰だ。何者なんだ。これあれだね、みんなの髪型足してその人数で割ればみんなちょうどいい髪型になりそうだね。ラディッツでプラスで、クリリンと亀仙人ですごいマイナス、なんかちょうど相殺しそう。何もかも忘れてしまったとは厄介な野郎だ。いいだろう、思い出させてやる。貴様はこの星の人間ではない。生まれは惑星ベジータ、誇り高き全宇宙一の強戦士族サイヤ人だ。そしてこの俺は貴様の兄ラディッツだ。そう、ベジータの前髪そっくりだね、この V 字。でたらめだ、でたらめ言うな。貴様はこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させるために送り込まれたのだ。我々サイヤ人は環境の良い星を探し、そこに住む者を絶滅させてから異星人たちに高く売るのが仕事だ。この星のようにレベルの低いところにはお前のように赤ん坊を送り込む。幸いなことに、懐かしいね、この星にも月があるしな。もしそれが本当のことだったら、ひでえ奴らだ。おいおい、やつらって、お前悟空を一くくりにするなよ。ひでえ奴にしてくれ。なんで私を混ぜるんだよ、クリリン。おい、ここには月があっから、なんで最愛なんだ。とぼけるな。月が深淵を描くときこそが我々サイヤ人の本領を発揮できるときではないか。はあ、
何のことかさっぱりだ。もういい、クリリンの言う通りだよ。そんな奴ら最低だ。あ、悟空入ってなかったんだね、そんな奴らって。ほら、ここで育った孫悟空だ。とっとと蹴れ。ところがそういうわけにはいかんのでな。これなんでラディッツ悟空連れに来たんだっけ。惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発してしまったのだ。ほとんど全てのサイヤ人は宇宙の塵と消えた。残ったサイヤ人はお前を含めてもたったの4人しかいないのだ。これどんどん増えてったよね、4人から。まあトランクスとか未来から来ましたとか、なんかベジータの弟かなんかも実はいたんじゃなかったっけ。ブロリーとかもそうだよね。だからこれ何人いたんだろうね、全部の合計で。ついこの前非常に高値で売れそうないい星が見つかってな、そこを攻めたいのだが3人では苦戦しそうなんだ。そこで思い出したのがカカロット、お前のことだ。お前が3人に加わってくれればなんとかなる。目を覚ませカカロット、楽しいぞ。サイヤ人の血が騒がんか。赤言ってろ。そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。なるほどな。では後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。その息子を貸してもらうとするか。すごい、私今声までめっちゃ甘かったね。ご飯の歯と私の歯どうぞ。それ以上近寄ってみろ、ぶっ飛ばすぞ。すごいヤンキー漫画のやつだね。ぶっ飛ばすぞ。やれるもんならやってみるがいい。お、これ戦闘挟む。ご飯は絶対渡さねえ。わ、これラディッツがスーパーサイヤ人になる世界線も見たかったな。そのロン毛でどれぐらいのあれになったんだろうね。とりあえず気弾とか打ち込んでみようか。なんか気弾、いてて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 。なんか帰れ帰れ。思い出せカカロット、サイヤ人の誇りを。いや強いぞラディッツ。チャッシュステップ、チャッシュステップ、チャッシュステップ。さあ捕らえられるかな。さあ無理でしょう。この赤いの何なんだろう。尻尾はどうしたんだ。尻尾切ったわ。目に切れてなくなった。なんということ。尻尾ってあれなんだっけ。愚か者め。ご飯の尻尾ってなんで入ってこなくなったんだっけ。ピッコロに燃やしてもらったんだっけ。いいね、ここでもう遠距離、ここでずっと気弾飛ばしてればいいんじゃない。落としたら価値格ムーブ。こいつ溝落ち狙ってくる。だからここでもう決めれそうだね。なんか相手の HP これ赤になんなくても終わるときない。これガードするわ。そう、これガードするわ。この赤くなったときが若干ピンチってことが分かったんだよ、私。その程度の力じゃ息子は守れんぞ。ガードしよう。何？お、いいじゃん。S219 なんか悪くないんじゃない？お、レベルとかあるんだね。なんか今レベル3になったって左上に書いてた。この瞬間移動の音好きなんだよな、私結構。シュイーンって瞬間移動ではないか。うわカカロットよ、子供を預かっておく。生きて返してほしければ兄の命令を聞くんだな。ご飯、ちょっと嘘泣きに感じてしまった私を許してくれ。逆らおうなどと考えても無駄だぞ。おピッ、おえ悟空。ブルマ、ドラゴンレーダー持ってっか。そうだ、ドラゴンボールで追うんだ確か。ご飯くんの帽子のてっぺんの飾りドラゴンボールだったわね。よし行くぞ、一か八かだ。お前一人では無理だ。この頃ピッコロがね、ちょっと敵ピッコロではないけど、貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではない。ピッコロの全盛期ね。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。この頃ピッコロか悟空が最強の二人だったもんね。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。
俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。奴と仲間とやらを片付けたら、貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。え、この共闘熱いね。そうはさせねえ。けんど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。おお、シェンロン出てきた。あ、いいんじゃない。これあのナレーションも欲しいね。ご飯を連れられた悟空はピッコロと悟空といざ救出へ向かうのじゃったみたいな。ちょ、全然私に似てないんだけど。いや、懐かしいね。あ、もう行くね。何、孫くんこれ持ってきなさい。だって元気論なあこれ、この薬。私結構オルナミン C 好きだけどね。即効性のある回復薬を。ああ、ありがとう。え、これ元気論ってどうやって使うんだろう。わかんないけど。まったく。ちゃんと身につけてきなさいよ。もし持ってる時に使えてなかったら意味ないでしょ。はい。あれ、あ、ここに登録するってことか。サンキュー。え、これあれなのかな、試合中にできるのかな。あ、悟空筋斗雲に乗ってくんだっけこれ。歩かないの、自分の武空術でいかないのかな。すごいんだけどこの絵。私ドラゴンボール好きだからね。待ってるよご飯。前回読んでるからね。だから GT とかまでは読んでないね。コンビ囚われのご飯を救え。 GT よくわかんないんだよね。あれ、あの赤髪になるやつね。スーパーサイヤ人4とか。さあ行こう、ピッコロ。ご飯無事で行ってくれ。急げ孫悟空。はい。ぐずぐずするな。あ、すいません。あのラディッツとかいうやつが言っていたサイヤ人のことは覚えてないのか。ああ、全く覚えてねえ。兄貴がいたなんてことも全く知らなかったんだ。これゲームオリジナルワードじゃない何か戦いに備えて手がかりがあればと思ったんだがな。地形ぞ、そろそろ下に降りて近づこう。無駄だ。やつは妙な機械で俺たちの位置や強さが分かるらしいぜ。恐竜気になるな。俺たちが近づいているのも気づいているはずだ。恐竜どっかに今いた。あ、いた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 。真正面からやるしか道はねえわけだ。これ一段ぶち込んでいい。なんで光ってんの、メガ進化。ちょ、降りるわ。これ強力にアタックできる。私攻撃できそうだけどできないな。あ、できたできたできた。あ、 HP とかある。うん、気弾を使って恐竜を倒せ。いけー強いよ恐竜くん。あ、ちょ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 、逃げろ逃げろ逃げろ。やばいやばいやばい。恐竜に負ける孫悟空なんて見たくない。オッケー。あ、なんかお肉くれんじゃない。お肉ちょうだい。お、乗れる恐竜くんに。恐竜くん乗れないわ。なんかもう寝てる。じゃあいっか。まだそんな序盤だから強くないと思うんだよね。あれ、どこに光あったっけ。なんか近くにあった気がすんな。いたぞやつだ。降りるぞ。どこ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 。あ、ここ。ん、警戒信号が。戦闘力710。どこだ。何、あのガキだ。クソ、故障か。反応がもう一つ。ここに向かってくる。一つ、二つ。戦闘力322と334。これすごいインフレするよね。なんかトリコの捕獲レベル並みにインフレするよね。来やがった。貴様ら一体ここへ何しに来た。決まってんだろう。オラの子を取り消しに来たんだ。オラの息子はどこだ。どこに隠しやがった。ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それよりまさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。身の程知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。死んでしまえ。いいじゃん。おかしい、これ操作どっち、悟空か。勝負ってな。頼むぞピッコロ。強きゃいいってもんじゃねえさ。ピッコロ出てきて。行けピッコロ。聞いたぞ。つえつえ
ハッタリガチ勢だ。俺には6000人の部下がいるみたいな。おー、ナイス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 。仲いいな2人とも。オッケー、ガードする、ガードする。あっち待って、これどこだっけ、どっかのボタンで、ここだ。いい感じに近づけんだよね。ちょ、ピッコロ技当ててくれ。魔漢光殺砲撃てないのかな。あれピッコロどこにいる。あれピッコロさっきまで一緒にいたのに。ピッコロ一緒に攻めようぜ。あ、これガード、ガード、そ、あれ間に合わなかった、ガード今。おっち、ガード、ナイス。一瞬にして攻撃をしてくると。いいね、待って、これピッコロに魔漢光殺砲撃ってほしいな。これ、あれなんか撃ってないの。その程度の力なら仲間にするのはやめだ。ただの足手まといになりそうなんでな。強がりにしか聞こえないぞ、ラジッツちゃんよ。さあ、圧倒的私たちのペース、なんかやり方も分かってきた。いいね、これこの後のあの、おそらくムービーが入ると思うんだよね。それは私すごい楽しみだね。ピッコロの、まあ、言っちゃうと、あれ、なんか今決まったアクションなかった。お遊びはこれまでだ。俺なんかこの前に決まるあったよね。魔漢光殺砲撃つの見たいね。あ、ピッコロのレベルも3になった。二人がかりでこれじゃ笑い方まるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。何言うんだっけ。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様新しいとっておきの技なんかないのか。へへ、すまねえな、はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か。どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった、食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。さあ第2戦ありそうだね、これ頼むよピッコロ。魔漢光殺砲。そう、今2秒後に打つやつのセリフだね。魔漢光殺砲、こっから2分ぐらいのためがあるんだけど、頼むぜピッコロ。よし、攻撃してるからね。これいいんじゃない。やばい、これガード、この赤ゲージマジ、これガードします。あれ、なんかいなくなっちゃった。オッケー、さあピッコロ待ってるよ。え、ガードするよ。いった、これ待って、こっちに行って、うわー、ガード割れた。私もそんな技打ちたいな。あるよね多分、悟空にもそういう今みたいなやつ。危ねえ、これガードして、これ後ろに回り込みます。そう、これガード中なんかボタン押すと後ろに回り込めるんだよね。あばよ、これ結構いい感じ。やばい、結構私ダメージ食らってるな。待ってるよご飯、父ちゃんがすぐに助けてやる。これご飯が突撃してくるシーンなかったっけ。あれってどの場面で来るんだっけ、ご飯突撃してくるシーン。じゃあ強すぎ、これさっきのあのなんかくるくる回ってたやつ、お、倒したんじゃない。あれもね、後ろに回り込むやつでできるのかな。さあ今んとこ、これオンライン対戦とかもあるのかな。あったらちょっとやりたい。何、海洋拳、後ろに回り込みます、後ろに回り込みます。あーあー、強すぎ、やばい、ガードクラッシュされた。いや、ここやばすぎ。ん、なんだ、あ、弱ってる弱ってる、行こう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 。さっきブルマからもらった薬あったよね、なんだっけ、ドデカミン D みたいな、あれ使いたいな。これ忌憚ぶち込むわ私。いいね、これ追撃とかもあるよね。なんかドラゴンボールといえばあれじゃない、やっぱ瞬間移動じゃない、あとシュッシュって高速移動が。瞬間移動は悟空しか使えないのか。やばい、お、強い、お、これ超強いじゃん。全部あの、被弾、
亡き者、やばい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 、気弾を亡き者と、来た、これガードします。わかってるね、ラディッツちゃん、ラディッツちゃんのもう行動パターン、何やるね。もうお遊びはこれまで。これ逃げようか、チャッシュステップ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 、ポーやばい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 、チャッシュステップ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 、なに、オッケー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 、待って、あいつあの技打った後インターバルがあるわ、やばいな、あつき見て、右下のあつきの HP 結構ギリギリだな、これガードしよう、ま、うわ間に合わねえか、ガード、やっべ、いや勝ちたい、結構いい勝負、ピッコロ早く打ってくれ、魔漢高殺法、チャッシュステップ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 、あっこれガードやばい、なんかおつきの四季が出てきた、薬どこにある、薬、薬欲しい、待って、これもご了承持ってくわ、おつき薬飲みたいけど水ないからね、このままみんな薬水なくても飲めるタイプの人間、私結構薬ないとやっていけないね、飲もう、元気論すげえ見て、お、なんかなんか必殺ゲージみたいの溜まってない、多分使えるな、ちょっと見てみようか、必殺技ってどっかにない、みんなない、どっか押せば多分できると思うんだけどな、お遊びはこれまでだ、やばい、チャッステップ、チャッステップ、チャッステップ、これいいんじゃない、こう避けたい、今私こう避けてんじゃない、私、あ、ここで突っ込むと、あーでも分かってきたね、だんだん、もうあれだね、ラディッツの HP 残りわずかだね、被弾打ち込んでこれで終わりだ、プレゼントだ、だってなんか意外と面白いセリフ言ってたね、これあれなんだよね、被弾あれ回り込めない、終わりよラディッツ、じゃあな、終わりの被弾、終わりの被弾、終わりの被弾、何、終わりの被弾、あれこれ被弾じゃやられない、ああそうだよね、もう右上 HP なかったもんね、おエースいただきました、がこれアイテム結構大事だな、薬ないとだいぶきつい、もうボロボロじゃん、悟空、これ格闘あるあるね、ズボンは絶対破けないみたいな、逆だと面白いよね、上だけ絶対破れないで下だけ絶対破れるみたいな、全ての戦闘力を指先だけに集め、くそー、こいつら力を自在に操りやがる、おはおはお油断したな、チョップをつかんだぞ、いつの間に、でかしたぞ孫悟空、しっかり尻尾を捕まえておけ、もうやめた、おとなしく このお家から引き上げてやる、騙されるなよ孫悟空、出任せを言ってるだけだ、頼む、信じてくれ弟よお願いだカカロット、信じてくれ、貴様のような間抜けは珍しいぞ、まんまと引っかかるとはな、俺は弟であろうが殺すことに何のためらいも持たん、シャリンガン開眼するタイプだね、最も親しい友を殺すみたいな、もっと苦しみ、死は近いぞ次は貴様の番だぞ、これでは避けられる、このシーンも結構好きなんだよな、私、あ、孵化した、え、すごい、こんな赤くなってるアクションなんだっけ、このガキ、
うんこ漏れた。貴様まだそんな力か。ピッコロ早くその技を。早打つの。もうちょいためらってくれ。わあ、わこのシーンいいね。ああ、すごいお腹なんだね。心臓とかじゃないんだね。まあ、心臓なのかな、よくわかんないけど。ああ、シェンロン出てきた。よし。次は天国編かな、多分。終わろうか。